Qu'on entend bien les jeux comme ça, mais c'est pas parfait. Ça, j'aime pas quand c'est pas parfait. Ma chère, je suis avec moi-même, je suis pas avec les autres, je suis avec moi-même. T'as une gueule à côté. Ok, on est à la crique, Caverne de Cambry. Si on cherche Cambry. Ne trouve rien. C'est quoi l'objectif? Toujours la première fois. Gododin. Aller à Gododin. Gododin. Allez à Gododin. Voilà. Pique souterraine et je reste bloqué par des lianes. Ok, on est des gros boulets. C'est confirmé, c'est officiel. Mais vraiment. En mode gros boulet, hein, je vous garantis. Alors, on a toujours utilisé des artères à la con, mais un truc qu'on n'a pas utilisé du tout. Et là on va faire formidable le coup d'épée. Hein, chose con. Ah le con, on a tourné je sais pas combien de temps pour rien. この辺り随分荒れた土地だな。だね。辺境なのは伊豆地も同じだけど、ここは狩猟も農耕も難しそうだ。こんなところにも人が住んでるんだな。案外しぶといわよね、人間って。
何か特産物があるのかもしれない。そうかもな。とにかく目的はゴドジンだ。ロゼ、この道を進めばいいんだ。うん、崖道の端にあるはずだよ。もうすぐだと思う。わかった、また襲われる前に急ごう。Ouvrons la sortie. On va voir un peu ce que c'est cette arme. Masque d'acolyte. そろそろ宿屋とかで休みたいとこだけど。Alors, voyons vite fait à combien ça se joue. État. Tac. XP total, XP prochain 1700 et on gagne 160 fois ça. Une dizaine de combats. On prend la levée. Ikuzo, Mikurio! Shiro, Kimizio! Tarax! Ikuzo! Tarax! 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 そろそろ宿屋とかで休みたいとこだけど。攻撃力が高い。かけろ。防御不動な状態の発電。早急の注入。よしまだいる。そろそろ宿屋とかで休みたい。石飛行。Caron, il est là, on va continuer de fouiller. C'est pas tout c'est ça le côté parfait. Ça peut aller là-bas, parce que ça fait déjà mis plusieurs fois. Mais non, il me semble l'avoir lavé quoi, je pense. Ah non, je l'ai porté toute la semaine.
加護を持たせ指示前行レジストエイド今のは聞いたエンブレッセン汚れを払い加護を持たせ主の神経焼き尽くせ攻撃力が高い防御を打つな防御が薄い私はスタミナある方だけどあんたら大丈夫ですね、こんな感じ。まあ、かさらっぽいですね。いっぱいもん。みんな、行くわ。役は着用。これどうだ行くぞ急に大丈夫かみんな何が出るケガッチの攻撃よし指示前行負けるか負けるか散って戦うやる距離がさあ指示前行まだ行くぞどうですはっまだ行くぞ襲撃慎重だこいつを食らえなりひりけその武器、私にも使えるかも。やめておく。怪我したら知らんぞ。わすりやめ。Et on va continuer notre périple en finissant de fouiller tout ce coin. Et voilà, on va courir comme ça. Ah putain, on y va. Comme d'ailleurs, il y a un professeur.浄化を始めます。まずは道を開けます。浄化の荘園、行ってらっしゃい。まずは甘いです。まずは甘いです。どうです？行ってらっしゃい。どうです？行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。まずは行け。とてもせんね。炎よ、早くこちらへ。我が日は狂わしき日だ
まずは道を開けます。浄化の荘園、
ベリーが熱き、熱きは赤く。まずは道を開けます。お届けください。炎よ、エースこちらへ。どうです、まだですわ。炎よ、エースこちらへ。炎よ、道を開けます。どうです、まずは道を開けます。どうです、課長を絞らず。ベリーは熱く、アイスは熱く、恋愛の星。我が火はシャッカ、ボトンブレイク。赤は焼く、役割削減。赤は焼く、役、赤は焼く、役。我が火はシャッカ、ボトンブレイク。我が火はシャッカ、ボトン。赤は焼く、役。我が火はシャッカ、ボトンブレイク。De le faire avec elle. Bon, on y est revenu au moins. On y était presque, hein, c'était pas dans le film. Impossible, mais c'est juste très chiant à utiliser. ベリーは熱く、熱く、ベリーは熱く、熱くは赤く。
我が日はシンク甘えて行けませんね。我が日はシンク我が日はシンク紅は赤紅は熱く熱きは赤く紅は熱く熱きは我が日は熱く紅は熱く熱きは紅は熱く熱きは紅は熱く熱きは熱く我が日はシンク我が日はシンク紅は熱く熱きは紅まずは紅は熱くまあな我が日はシンク紅は熱くまずは紅の橋行きます。道を開けます。浄化の照明まずは行きます。道を開けます。姫我が日はシンクリンコレッド謝りました。我が日はハッまずは道を開けます。どうです行ってらっしゃい。まずは姫力姫力はぜる前。
バーンストライク。我が火は果てる前。バーンストライク。シンクは落ちて、果ててはシンクに。シンクは落ちて、果ててはシンクに。燃えて燃えて。我が火は果てる前。バーンストライク。シンクは落ちて、果ててはシンク。燃えて燃えて。やっ、燃えて燃えて。やっはー。我が火は果てる前。バーン。できません。行くぞ、ミクリオ。シンクは落ちて、果てても。おやすみだ。真剣に。構え。無敵将来の再生特性を気をつけてください。やばい。中層部だ。やばい。もう許せない。まだいるぞ。僕も待ってられない。無駄に突破。焼き切る。二人で当てろ。無駄に甘。ハグは縁談。一点突破。ハグは円、まだいるぞ。譲らせてくれ。ハグは円だ。焼き尽くせ。ハユル連続。追放三回。ダブルアロー。ミサイル。焼き尽くせ。ハユル連続。おゆる攻撃。青の夜。そろそろ宿屋とかで休みたいとこだけど。
On va retourner, on va sortir d'ici, on va aller au petit village qu'on avait vu, je sais pas ce que c'est. Je pense qu'il était nécessaire d'aller voir. みんな、気を引き締めていこう。
私はスタミナある方だけど、あんたら大丈夫？行くぞミクリオ。まずは。ポエスメイヤー。行きすぎ。ミクリオ兵器官。一点突破。実は来た強者という連絡。お任せください。大丈夫か？そろそろ宿屋とかで休みたいとこだけど。体力を回復しましょう。ライラー、敵を追いましょう。一撃で戦おう。はい。行くぞ。瞬撃だぜ。ナイス。そろそろ宿屋とかで休み。ロゼさん、無理はしないで。ポエスメイヤー、主の真意を目指さないで。お任せください。ハユルビルの人質はラストです。奥義で逃がすはアジス。真意は大砲、全てを防いで。ポユルメイヤー、都会の発射する攻撃。水場所、焼き切る。焼き付けて、ハユルメイヤー。油断できない相手だったな。私はユギラジ。あ、よそ者だ。こら、そういう言い方しちゃダメって学校で習ったろ。そうだった。こんにちは。こんにちは。この新しい建物、学校？そうだよ、村長さんが作ったんだよ。村の将来のためにね。学校か。町のものに比べたらささやかすぎるだろう。そうなの？俺の育った村にはなかったから、ちょっと憧れだったよね。ゴドジン村長のスランジです。こんな辺境まで、どんな用で？人を仕事で辺境の食べ物について調べてるとか、そんな感じ？それはご苦労なことです。幸いこの村は大きな飢饉には見舞われていません。それどころか前より豊かなくらい。村長のおかげでな。必要なものがあったら遠慮なく言ってくれ。なんて自分の手柄みたいに。いい村だな。ちょっと伊豆地を思い出したよ。スレイ、分かってる。手分けして教皇様の手がかりを探そう。Alors, je suis arrivé au village. Moi, ce que j'ai envie de faire d'abord, c'est d'aller voir le matos. Ce sera acheter des jouets. Oui, ils ne sont pas avec moi non plus. Alors, fatigue, fiche fatigue. Je peux récupérer.
d'une caverne. Chez les dehors discuter avec Nicolas Hulliard, c'est innant. Mais ce que je veux, c'est voir s'il n'y a pas des petits zigotos qui passent comme ça, voilà. Tension. Il y en a un autre là-bas. J'en fous, je l'ai un peu partout. Je sais pas si ça va vraiment à l'intérieur. どうした？難しい顔して。この村かなり豊かみたいだ。いいことじゃないか。なぜかが問題。収入源か。そう。周りは農業にも飼料にも適さない。痩せた土地だ。街道沿いでもないし、特別な産物もないっぽい。変だろ。普通なら真っ先に飢饉に苦しむような村なのに。訳があるんだろうな。何か。Ok, continuons notre investigation. どうしたの、エドナ。別に、ミボから受けた屈辱を思い出してるだけ。そうなんだ。そんなことより、村の奥に遺跡があったわ。相当古くて凝ったものみたい。古いってどれくらい？多分、クローズドダークより前。私より年上かも。で、アバロストの調律時代？本当なら超貴重だよ、それ。あれ、エドナって何歳？何？何でもないです。On ne pose pas de questions comme ça à une demoiselle. 五度神って幸せそうな村だよね。ええ、前向きで活気があって、みんな家族みたいだね。けど、天族の加護は感じないな。はい、カゴ天族は不在ですわね。一時はかなり荒れていたようです。それを今の村長さんが立て直されたということですわ。だからみんな村長さんを尊敬してるんだな。そうなのでしょうね。ここは随分貧しい土地のようですし。うん、誰にでもできることじゃないよ。ロゼさん、どうかされました？あ、ごめん、ちょっと考え事あって。もうちょっと調べたらちゃんと話すよ。デゼル、教皇様の手がかりあった？いや。そっか。なんか分かったら教えてくれ。違和感が一つ。あの村長、妙なものを身につけていたな。メガネ！レンズなんて貴重品、なかなか出回るものじゃない。持ってるのは貴族とか聖職者とか。しかもスランジは新参者らしい。状況証拠は揃っている。まさか村長さんが。可能性を言ったまでだ。事実かどうかは知らん。調べてみる。ありがとう。別に。何？いちいち礼はいらないと言ったんだ。わかった。遺跡がある。スレイ。奴ら村長を捕まえに来たんじゃないのか。冗談じゃねえ。村長がいなくなったら五度神は。心配はいらんよ。聖域に入れさえしなければ大丈夫だ。汚れが。一回戻ろう。村長さんから汚れは。なんで。答えはあの遺跡にあると思う。だ。崩れた入り口か。見る。
après il y a un rocher qui bloque. Les récoltes ne sont pas bonnes, donc il ne devrait pas pouvoir prospérer comme il le font actuellement. Mikurion ga Edona Ojousama, douka iwa o dokashite kudasai tte tanomu nara. Oi, fuzaketeru baai ja. Te ga kakaru no yo. Edona Ojousama wa ne. Ne ni motsu na. Hora, hayaku iinasai. Edona Ojousama, douka mijuku na mibo ni kawatte iwa o dokashite kudasai imasu imasu tte. Fureteru zo. Hayaku shinai to motto fuyeru kedo. Edona-san, ijiwaru wa sono hen ni shite. Kono iwa o dokashite hoshii nda. Edona, お願いします。スレイはいいのよ。俺もいつの間にか力を貸してもらうのを当たり前に思ってたかもしれない。そういう心のせいで汚れが広まるのを見てきたのにな。感謝を忘れちゃダメなんだよな。天族を祭るにも、仲間と旅をするにも。いいわ。私の巨海の腕をあなたに預ける。スレイに冗談は通じないよ。よし、未熟なミボに代わって岩をどかしてみるか。それも言うのか。ほんと冗談通じない。すげえ威力。あら、こっからいける。一回そこジュースだけにした。なんだここ、倉庫みたいだ。倉庫なんだよ。近頃貴族の間で流行ってるこれ。ルーキーファンダイケーゼリクシー。エリクシール。偽物だ。けど、なんか体が熱く。偽エリクシールって需要競争薬だから。En fait, c'est du résidu. しかも、結構な依存性がある。一回売れば需要が保証される。悪質ね。そんなものが教会のお墨付きで売られているのですか？証明書はローランス教会の印が押された本物なのに、売上金はこの村に流れ込んでた。調べたお金の流れってそれか。ゴドジンに本物の証明書をかける人物がいるとすれば、失踪した教皇様。村の資金源も説明がつくね。村長の汚れの理由も。共犯か、もしくは村長が教皇か。貴様ら、どうやってここに？こいつ、まさか。こいつ、まさか。村長か。くっ、真剣、そうだ、ブリッジ。はっ、撃破、襲撃戦、支持前行。俺と私らの前に敵はない。え、村長じゃない。やっぱり村長さんを捕まえに来たんだな。そんなことさせねえ。やめろ。一体何があったんだ。あなたはマシドラ教皇様。調べはついているのだな。なんで教皇様がこんなことを。聞きたいのはこっちだ。なぜ私が教皇などという望んでもいない仕事をしなければならない。私が聖職に就いたのは家族にささやかな加護を与えたかったから。ただそれだけだったのに。でもあなたを慕っている人は大勢います。騎士団のセルゲイたちだって。分かっている。だからできることを必死でやった。自分を顧みず、皆のために何十年も。その結果、気がつけば家を顧みない男と憎まれ、私の家族は跡形もなくなっていた。私は一体何のために。ハイランドとの戦争には関わったの。戦争も国も民も全部投げ出して逃げた。全てがどうでもよくなったのだ。死ぬつもりでも両さまよい。
動けなくなったところを彼らに救われた。ゴド人の皆は私に何も求めず、ただ家族のように接してくれた。それで村のために働こうと思われたのですね。偽エリクシールを売りさばいてまで。帝国も教会も知らん。卑怯者と言いたければ言うがいい。今の私は家族のために生きている。家族のためか、うん、同情はするよ。けど教皇を連れ戻さないと。碑文を読まなきゃ秘力が得られないし、セルゲイたちも枢機卿に対抗できないよな。ですが村長さんの人望と手腕がなかったら、加護のないゴド人はどうなってしまうか。わかるけど、同じことはペンドラゴにも言えるよ。そもそもこいつが逃げたのが原因、責任を果たさなくていいわけ。何か方法があるんじゃないか。碑文を読んでもらってゴド人に戻るとか。騎士団や教会があの状況では、この人を解放してくれるって思う？村長、村長さん。よし、スーパーってならない。できたよ。もう終わりにつ。安心して、俺の用事はもう済んだよ。みんな落ち着いてくれ。心配はいらない。この方は本物の同志だよ。同志よ、一つだけ分かってください。村の皆に罪はない。全ては私の。俺は事情を知りたかっただけなんだ。だから帰るよ、このまま。いいかな。わかんないけど、スレイがこの人を信じたのはわかった。だからいいよ。ロセさん、あるのかな、白でも黒でもないって。セルゲイさんたちもきっと理解してくれますわ。問題は枢機卿の領域にどうやって対抗するかだよ。それなんだけどさ、解読できないかな。碑文の暗号か。自分で解く気？無茶じゃないだろ。人が考えたものだし、何より面白そうだ。そうだけど、せめてヒントくらい教えてもらわないと。どうしよう、こちらへおいでください。
ここってどうしに四つの秘力あり、すなわち治水火風、祖は最下の剣種に対する剣なり、世界に試しの祠あり、同じく治水火風、祖は力と心の試練なり、力は心に発し、心は力を収める、心力合せば汚れを払い、心力におぼれれば己が身を壊さん、試せや同志、その意を奮いて答えを同志、その意を欲して、秘力の秘文暗記してたのか。すごい、全然意味わかんないけど。つまりだね、四つの力を得られる四つの場所がある、そこの試練に合格しろってことだね。了解、その場所を探せばいいんだね。いや、てかまさかここが。そう、ここが火の試練神殿イグレインです。入ってもいいかな、ってここまで勝手に入っちゃったけど。試練の神殿は死の危険を伴う場所とされます。それでも行くよ、秘密の神殿見てみたいし。お行きなさい、若き同志よ、ここはあなたのための場所です。巨海の腕か、悔しいが、さすがは地の天族といったところか。エドナ、巨海の腕を使った後は全身が筋肉痛地獄になるんだから、触らないでくれる。そうなのか。見た目通り華奢な私は本来カセより重いものは持てない。守ってあげたくなるナンバーワンの宿女なのよ。それは別にどうでもいいが、やはり大きな力にはそれなりの代償があるってことなのか。気を使われても困るから、スレイには言うんじゃないわよ。そうかもな、まあ、あとさっきの話は力を使ってないときは好きに触っていいって意味じゃないわよ。知ってるよ。我是别人的。ここって相当古い遺跡だよな。ああ、もしかすると大発見かもしれない。興奮して体が熱くなってきた。いやいや、ここ本当に熱いんだって。火の玉と化して特攻してきやがるぞ。なかなかの男気ですよね。転がりますし。青の4連爽快の発射、高級の急激、マコト後期どうです、よし、マイチェ、すべてを貫け、狙い撃つ、マイチェ、高級の急激、マジンケン、青の4連爽快の発射、よしを貫け、やつは爽快の発射、止めるのもありですかね。バレッタって何？バレッタを知らないと、ポンパドールを知らないと、前身頃を知らないと。気合と度胸が広く見つよ。オーラス自分で水だぞ。そこへもぐらたんだ。今がこうじゃ、行くぞ。お前、巨人の巻き上がれ。 Let's go!
ガツはアギマイチレその新月ガツは全部滅せそろそろ宿屋とかで休みたいとこだけど甘く見ちゃダメだよバードヘッド炎をまとう本命の炎早いのに楽しみに来るなもう壊れない そろそろ宿屋とかで休みたいYou
기분이야. 10 minutes. Ok, bah, je vais la ramasser si j'arrive en 10 minutes.
chien en train de prendre des possibilités énormes à chaque fois. さあ、行くぞ。投了弾一斉。
どうすべきだ。こっちだ。逃がさない。巻き上がれ。巻き上がれ。まだいるぞ。まだだ。はっ。はっ。こっちだ。逃がさない。巻き上がれ。大丈夫か、みんな。やるやる、行きましょう。巻き上がれ。行ったら行くぞ。逃がさない。剣道を。サポートお願い。ごめん。全力で当たらせてもらう。ガリオンでジャンストライク。そうだ、ボタンブレイク。天皇は、マジで強力。ケチア水神将の攻撃力が高い。青の妖力だよ。シンクを届け。まだいるぞ。マイチル特急の救援。青の4連マイチル全てを貫け。かけよう。爽快の8連早急の12連。よし、青の4連爽快の8連。おとなしく眠ってくれ。うがつはあるわ。過信将来。青の4連マイチル早急の12連。大丈夫か、みんな。爽快の8連早急の12連。そろそろ宿屋とかで休む。みんな、もう、終わりだ。見かけろ。収束だ。マジで。
確か転移見聞録に。こんなに巨大な敵やばいわ。どういうことですか。敵を無断飛行。そんな数字あれ何度あれっての。下のも。ファーストリアで。バトンフィオン。初戦に。ナイチビリルフィーク。Je pense que nous avons amplement mérité.Le droit de nous arrêter, on a des choses à faire. T'avais pas encore ouvert toi ? Si je t'avais ouvert.Voilà.
Eh bien, merci d'avoir regardé ce stream. Je vous souhaite une agréable journée, un excellent week-end, plein de bisous. Et à la prochaine, n'oubliez pas de rejoindre la page Facebook, de vous abonner à la chaîne. Et plus tard, la chaîne YouTube sera bien mise en place. Une excellente journée et à très bientôt.